こんにちは。ちょっと急に始めちゃったけど、すいませんね。しかもこの時間絶対仕事中の人多いんだ、多い気がするんだけど。あ、今日休みだな。それは良かった。私も今日は休みです。こんにちは。そう、今日は休みなんですけど、友達とお出かけに行くんですけど、ちょっと時間に追われてまして、今すごいマッハで準備をしております。じゃあなんか、今日遊ぶ友達はもう普段からというか、私がプライベートで一番仲いい子なんですけど、基本場所とか時間とか前日にあんま決め、ちゃんと決まったことないんですよ。結局決まんなくて、当日も起きてからでいっかみたいな感じのノリでなるんですけど、一回朝起きて LINE 返して、でその後に自分が二度寝しちゃったんですよね。でやばいと思って、であっちがこの時間に来るねーみたいな言ってて、待って、その時間までもうあんま時間なくねと思って、まあ別に待たせてるわけじゃないし、時間も別に遅れてはないんだけど、まだ私が今から準備始めるとなるとどんくらいかかるのかしらっていう。キャンコさん、ギフトありがとうございます。あっくんことあかつです。この前のアイドリぶり、いやでもアイドリよりもさ、アイドリの後に配信したショールームもちょいちょい見てくれてたよね。あれ名前変えた、ショールームの。普通に前あかつでやってなかった。うん、ショールームはじゃあもともとしようと思ってて、で一人でこうやって黙々と急いでするのも寂しいなと思ったから、だったらもうショールームしながらマッハでやればいいんかってなって今やってる。ショールームとついた名前変わってる。あ、だからかな。みーさん、ギフトありがとうございます。遊ぶとき何して遊ぶ？私たちは遊ぶって言ってもザ遊びみたいな遊びあんましないんですよ。普通にご飯屋さんとかカフェとか行って居座る。なんか私たちは
遊びたいっていう思いで遊ぶ時もあるんだけど、あのここに行きたいとかね、基本は喋りたいなんですよ。そう、日々のあったこととかを喋りたいから会おうってなって、遊ぼうってなるやん。もう今日は時間がないので髪の毛は全部内巻きで、毛先ワンカールの内巻きで時短ですね。便利。会ってから AKB 内が再び熱、再熱。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。マッハ感が感じられん。嘘やん、めっちゃ急いでる。こんなこうやって喋ってるけど、私は結構ながら作業が得意なんですよね。やばい、一時の鐘が鳴ってる。地域がバレる。まあまあまあ、ながら作業ってか、なんか一つのことに集中できないんですよ、あんまり。何かをしながらじゃないと、その勉強とかもはかどらないんですよ。多分今日3度寝くらいしたな。1回8時とかに起きて寝て、で10時半くらいに起きて寝て、12時半に起きた。マジで焦る、寝てしまった。まあ、時間をちゃんとこの時間に起きればこうなるっていうあれをしてなかったから悪いんだけど、カフェでお茶的な、なんかね、そんな感じ。ファミレスとかだったらさ、いくらでも居座れるやん。だから、そう、そういうとこ行って喋るんよ。ただただ喋りたいだけの人たちですね。いやでも大事よ。私たちの中ではね、もうそれが大事なんよ。じゃないとね、もう日々ね疲れちゃうから。チャイムの音聞くと桜の花びらたち思い出す。で、桜の花びらたちのチャイム、もうちょっとさ、キー高ない？ガチのチャイムや。私の今住んでるとこのチャイムはちょっと、なんていうの、古ぼけたじゃないけど、ちょっと歴史を感じるチャイム。一旦髪の毛はこんなもんかね。女子会だね。そう、女子会です。することがない。そっか。インドアですか、アンドア、アウトドアですか。バカがバレる。アンドアとか言っちゃった。いやー、声がなんか枯れてんだよね今日。なんか低い。喉が痛いとかじゃないんだけど、もう最近体の不調が多すぎて、もうわかんない、よくわかんなくなってきてます。アウトドア派か。じゃあお散歩しよう。みーさん、ギフトありがとうございます。珍しいね、アウトドア。アウトドア珍しくはないか。私はね、インドアなんですよ、がっつり。だからこうやって誰かに遊びに誘われないと休みの日は外出ないんですよね。みーさん、ハートたくさんありがとう。私の今日のショールームバグってるわ。みんなが壇上に出てこない。コメントだけは流れるけど。よし、んで次にピアスをつけるんだけど、あ、もうす、やばい、落ちちゃった。アクセサリー、ピアスがね多すぎてね、セ
整理ができてないんだよね、マジで。どこに何が入ってるか分からんの。次イベント、わかんないんだよね。そのなんかアイドリさんが、私が次東京来た時に時間あれば連絡くれれば全然来ていいよって言ってくれて、そうだから、まあワンチャンまた機会があればそこで出勤するのもありかなって思ったり思わなかったり。こんにちは。こんにちは。今日はちょっとガーリー系な私服なので、ピアスもちょっとガーリー系なピアスでいきます。だから次会ったらもし来てください、予定合えば。ちゃんとハマってんのかな。私は間に合うのでしょうか。まあ、なんとかなる。一押しから AKB のツイートしかしなくなって心配されてるらしい。マジ？AKB のツイートしか最近してないの？大丈夫、掛け持ち、掛け持ちってことにしよう。よし、やっとピアスが余りました。うわー、ちょっとピアスのこの色ミスったな。もうこういうことがあるんですよね。こっちに変えたい。ピアスとか最近はもうあのシーンだよ、韓国通販シーンで、洋服とかもアクセサリーとかもう全部シーンで爆買い。 iPhone ケースからメイクブラシやら収納道具やら全部全部。よし、で香水を
今日は天気がいいからお外に出な。花粉症じゃないですよね。花粉症だったらごめん。多分しんどいわ。で、次に持っていくものを準備して、いや花粉症やん、しっかりごめん、なんかじゃあ花粉が少ないところに行ってください。そうだね、私が言ったんだもんね。確かに。じゃあ小銭多すぎてマジで財布閉まらない事件。もうなんで小銭ってこんな増えていくんだろう。自分のお買い物の仕方が悪いんかな。マジでさ。私の口癖、なんとかなるか。じゃあ実際なるんよ、それが。ごめんけど、実際なんとかなってるんよね。今結構焦ってるからね、口数が多い。わかりやすい、自分。普段のショールームはめっちゃ静かなんだ。って思うでしょ、皆さん。今頑張ってます、私頑張ってます。あ、やばい。あとは、いや、こんなもんでいけるかな。いや、エアポッツは今日多分使わないんだよ。いや、暑そうだな、でも今日失敗したかもしれんけど、まあいっか、しょうがないか、しょうがないかっていう発想もなんかあるんだけどさ。溜まりすぎた50円玉をコインパーキングで結構使ってきた。ああ、なるほどね。でもそういう風にしないとさ、減らないよね。こんにちは。あとちょっとで配信終わって家を出ますね。よし、じゃあ終わります。皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。